ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで、あのメーベの村のさ、メーベの村のここって掘った？確実になんかあるけど掘ったんかな。ちょ待って、めっちゃ気になる超気になる。あ、掘ってなかった。秘密の貝殻を手に入れた。たくさん集めていいものをもらおう。イエーイ。さあちょっと待って、メーベの村まで帰りたいね。ここは一体、よいしょ。え、でもここは今どこ？ウクク草原？あ、ってことはもう近いんか。じゃあもう普通に帰る。し、なんかあるんかと思ったよ何にもなかったよ。さあこれで、あー、一気に平和。これで夢の祠攻略いきます。ここはきっとクリアしたら何かがもらえると思うんだ。多分分からんけどでもなんとなくストーリーには関係なさそうな気がするよね。これはちょっとまずったかもしれね。いや大丈夫か、いけるか。はっ、いくぜー。お、いいぞいいぞいいぞ。この方、あ、え、オカリナ、まさかの、いた。あー、そっちじゃない。こっち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 、まさかのオカリナ。え、ストーリー関係あるの。え、あ、あっち側にもあれでいけるんか。待って、こっちは何？お、ルピー。100ルピー手に入れた、かなり嬉しい。やったー。で、ここ壊して。で、え、オカリナやん。オカリナを手に入れた、いろんな曲が吹けるといいな。これは、風の魚は関係ないの？あ、ここから戻るんか。風の魚は関係なくってこと。え、なんなんやろ。物知り袋を飛んでこいよ、こういう時に。こういう時に飛んでこいよ。え、待って。あ、やっぱりこの中には含まれてないね。オカリナ、優しい音色を奏でる楽器。おもちゃ？普通に遊び用？あ、一緒にできるんじゃない？もしかして。ん？なんだ？あれ？素敵な笛を見つけたのね。私の歌に合わせて吹いてみて。あ、ちゃんとそういうイベントがあるんやね。うんうん。吹いてんのか、これは。あ、これからか。おお、すごいな。歌聞いたら解明がわかるんや。私全くわからんねえけど。あそこに男の子おったかな、今まで。すごい。これで何かが起こることはないんかな。どうすか。どう？ハートに染みる歌でしょ。ちゃんと覚えた？多分。風の魚の歌を教えてもらった。あ、ん、今後普通にストーリーに関係してきそうな感じやね。マリンの歌声が心地よく耳に残る。この歌、忘れないように時々歌ってね。ちょいちょい必要になってくるということか？マリンはいつも砂浜へ行って一人で海を見てるんだ。なんでかな？おいら子供だからわかんないや。感傷に浸りたい時もあるんだよ。大人には色々と。新しい景品、なんか増えてないかな。ね、これさ、どこ行った？これか。あ、すごい。見てこれ。マリンのマークついとる。狐にかけたらなんかなるとか。くっそ、絶対なんかなると思った。なんもならんかった。クリボー！これ誰んとこに置くんやったかな？タリンの家かな？はい、やります。よし。あの横のやつ何？石？
なんかめっちゃわけわからんものがあるけど、あれなんなんやろ、石？あ、あれかな、あの、断平さんのとこに持っていくパネルかなんかってことじゃない？ぽくない？あ、待ってくれ、こっちへ戻ってこい。あー、クリボー、あ、くっそー、くっそー、ちょー、待ってよー。そうだよね、奥のやつ動きよるけんさ、タイミング難しいよね。いいよ。あ、しかもこれ。一番端っこにおるけん、こんなところまで来んのよね。くっそ。じゃ、はよ。戻ってくるの、はよ。で、あの、横の棚に置かれとるさ、でっかい鶏みたいな、あの像なんなんやろ。ん？オウムかな？来い！そこだ！おっと？ああ！あ、でも、動かない位置に行ってくれたのはだいぶいいよ。ルピーの余裕は全然あるけんね。ナイスじゃない？もうちょっと左かな。落ちそう。いや、いけ。あ、いや、いい感じに収まった。やったー、来たー。ふぅ。いや、いいよ、もう。さあ、これを配置してこよ。クレボーのフィギュアを取った。見てたら踏みたくなってきた。やめてあげて。なんかこのゲームに出てくるクリボーは本家のクリボー以上にキリッとした顔をしているような気がする。設置するのはタリンの家でよかったんかな。めっちゃ寝よるやん。お疲れ。ハチはもうゴリゴリだよ。あ、あの後帰ってきたんやね。パックンフラワー違うな。こっちか。あ、ここや。はい、置きまーす。いいね、キリッとした眉毛。やっぱり踏みたい。やめて。さあ、で、ヤーナ砂漠やったっけ。砂漠に向かわんといかんねんけど。あ、絵ではちゃんと示されてる。これめっちゃ砂やん。ここ砂漠ってことや。で、ここになんか村があるっぽいね。じゃ、こっちに向かいたいけん。この辺に確かワープポイントがあったよね。うさぎさん。え、あ、そっか、動物村やけんか。めっちゃ喋られてびっくりしたんやけど。ぴょんぴょんとかそういうのを期待しとった今。ああ、こんな日には。やっぱあれだよな、あれ。どれでしょうか。あ、うさぎさんの家なんやね。かわいい。ヤーナ砂漠？南の方に入り口があるけど。あいつが道を塞いじゃっていけないかもな。何か問題が。人参置いとる、かわいい。この辺なんかありそうな感じするけど。あそこ、蓋開けれるんじゃない？ん、絵描きよる。シュールドナピッチ。ミーが有名な芸術家、シュールドナピッチダンス。入江の人魚像、ミーの自信作ダンス。あ、そうなんや、あれ可愛かった。実はあの像、訳ありで未完成なんざんす。ほっほ。ミーの芸術は難しすぎてあんたには無理ざんすね。え、あれ可愛かったよ。あ、え、これ作ったのもあなた？これあれやん。私が、何？あの UFO キャッチャーみたいな。あ、ここで、何あの鳥のやつって言ったやつやろ。モデルさん。なんか可愛い。ね、全然違う絵描いてない？何それ？そんなんじゃないよ、あれ。でも床に落ちとる絵はちょっと良さげなんやけどな。
あ、この村はウサギさんがメインなの？動物村とメイベの村は姉妹提携都市なんだ。都市っていうほどじゃないけどね。関係ないけど、メイベの村に目の祠ってのがあるでしょ？あ、行ったよ行ったよ。ある確かな筋の話だ。が置いてあるんだってさ。本当かな？オカリナがありました。かわいい。え、あれじゃない？ねえ、ライトさんと文通してあげてよ。乙女の部屋を訪れる時のエチケットご存じないの？お花くらいいただければお話しする気にもなるんですけど。そう、ハイビスカスが好きですの、私の場合。これ多分ブツブツ交換のやつやな。絶対そのうちライトさんと文通するようになるけん、この子。もう入った瞬間思ったもん、私。いや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 って聞こえた。君かい？君だよね、きっと。え、違うの？ねえ、誰の話し声？え？誰もいない。もしかしてここで焼かれてる魚ではないっすね。え？待って。何なの？誰の話し声なの？え？この辺に。はっ。暴挙に出る。誰もおらんやん。え？普通にこの子の家かな。わからんけど。この辺なんかありそう。ハートだけかーい。これ開けれないの？あ、どうも。最近怪物が増えちゃって、メイベの村に行けなくってさ。はぁ、マリンちゃん元気かな？マリンここにもよく来よったん？マジか。はぁ。かわいい。でかいけどかわいい。絶対美味しい料理作るね。はい、ほう、メイさん。そいつはひょっとすると蜂の巣じゃねえか？あ、ここで。ちょうど蜂蜜切らしてんだ。パイナップルと交換しねえか？いいよ、いいよ。蜂の巣をパイナップルと取り替えた。酸っぱいけど美味しい。美味しいけど酸っぱい。酸っぱいかな、パイナップル。おーおー、ヤーナ砂漠ね。知ってるぜ。この村の南に入り口があるんだかな。でかいセイウチが道を塞いでんだ。あいつは一度寝ちまうと、ずーっと動かねえしな。そ、マリンちゃん連れてきな。あの子の歌で起こしちまえよ。びっくり、飛び起きるぜ、きっと。へっへっへ。マリン連れてくるの？あ、パイナップルか。どこで使うんやろ、パイナップル。ハイビスカスと期待したんやけど。マリン、じゃあ一旦マリンを迎えに、あ、やったー！ここまで直接飛んでくれるようになったやん。やーりー。は、いいね。これでとりあえずもう起動したけん。あれ？こっち側行けないの？じゃあちょっと一旦メイベの村に帰りますか。おらんやん！え？どこ行った？あれ？マリンちゃんいないね。どうしたんだろう？いや、お前ずっとそこにおるやないか。見とけよ。いや、見とかんか。あ、でもなんか、もしかして、さっきというか、言いよったことがヒントになっとんかな。あの、トロンボ海岸によくおるって言ったよね。ちょ、待って、海岸の方行くか。あの海岸の方にはワープしていけんのやっけ。まあ、いいや、行くか。あ、おった。あら、いいな、ここがよくわかったわね。少し私とお話しない？いいよ。何？めっちゃなんか長い話になりそうな予感。てか、徴兵はそうやん。周りに敵がおるとは思えんね。で、話とは。この癒しの実は一体どこから来るのかな？海の向こうには何もないってタリンは言ってたけれど。きっと何かがあるって私信じてるの。ここの人たちはちゃんと存在する人たち。外界には行けないの。アイナを見せるとき、私ドキドキしたわ。この人は海の向こうから何かを告げに来たんだって。あのカモメたちなんか全然近づいてこんやん。近づきよん、あれ。よくわからんねん。ずっとその辺飛び寄る。ずっと距離感変わらん気がする。私がカモメだったら、ずっと遠くへ飛んでいくのに。いろんなところへ行って、いろんな人たちと歌うの。風の魚になれば、私のお願い叶うのかしら。風の魚が叶えてくれる願いは一個だけ？ドラゴンボールみたいに三つとかないん？
ねえ、あゆな、ちゃんと聞いてる？聞いてる、聞いてる。いつかあゆなのふるさとに行ってみたいな。なんてね。あゆなのふるさと。まあ、リンクってことやけん。どこ？コキリの森とかになるの？え、誠一さんが？いいわ、一緒に行く。ねえ、やった、マリオをお借りした。チャンス持ち上げるな、持ち上げるな、おい。どういう状態やね。人までそういう感じになるの。さあ、それじゃあ、こっから向かっていけるのだろうか。なんか建物ある。ん？そこにもワープポイント。マーサの入り江。ん？ここ入ったことあるところかな。なにここ？なに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 ？床が？ここは、誰もいないの？もしかして落ちたら何か？何自分だけ助かってんだよ、助けろや。どういうこと？ああ、いけないんだ。注意されるのか。あ、やったー。しかも取っていく。秘密の貝殻ゲット。あ、これで、あれやない？貝殻の館。この家何やったんやろうね。とりあえず、あ、ここ飛び越えれるやろ。行くぜ。てぃー。あれ？え？邪魔。マジかよ。超邪魔なんですけど。おっしゃ、いけた。なんで普通に飛び越えてくれるん？ちょっと、超人すぎん？待って、今の超人でどこに行くんだか忘れたんだけど。私何しようとしたっけな？あ、そうそう、貝殻の館に行こうとしたんや。よし、来た。でで、マリンも攻撃受けるんかな？めっちゃなんか微動だにせんけど。これなんか集めた貝殻が、ここに預けるっていうか、もう測りよるだけなんかな？個数はずっとここに増えていけるだけみたいやけん。多分これ10個、キリのいい数字でいけたんじゃない？え？足りんのか？何？次は15個とかかな？せっかく来た意味。くっそ。来た。うわ、マリンの目の前を、かすったよ。はい、ということで、はい。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でもこれね、昔のやつでそうやったんやけど、マリン、ま、このイベントの時一緒におるけど、また、ね、おらんくなるわけやん。マリンを連れとる間じゃないと、こうなんか未練反応みたいなのもある。けん、それを、またなんか見ていきたいね。連れとる間に。